皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校2年生社会地理分野第3章、日本の諸地域の7、北海道地方の教科書238ページと239ページ、自然改変の歴史を持つ地域、括弧北海道地方を眺めての内容です。この時間からは、北海道地方の学習が始まります。これまでの学習してきた東北地方は、生活や文化を中心に考えを深めてきましたが、北海道地方の学習では、自然環境を中心としたテーマで学習を進めていきます。北海道地方は、日本の中では地域開発の歴史が浅いために、人の手が加わっていないままの自然環境が残されている地域だからです。第1時間目の学習課題は、北海道地方には日本の他の地域と比べてどのような特色が見られるでしょうか、です。学びのポイントとして、北海道地方の位置と自然環境を知り、主な都市の位置と名称を理解する。地勢図から主な自然地名や各県、主な都市の位置と名称を読み取ることができるように学習を進めていきましょう。教科書238ページの上の2つの地図を見て、違っていることは何か探してみましょう。昔の北海道は、広葉樹に針葉樹が混ざる混合林と呼ばれるものでした。明治政府が取った農地を作る開拓政策などにより、森林が減少していったことがわかります。森林が減少した一方で、森林が都市や畑に大きく変わった場所があります。教科書238ページと239ページの地図を比較しながら、自然地名や主な都市の位置と名称を確認してください。ここでは、北海道地方の自然環境について学習していきましょう。教科書239ページの地図を見てください。これから登場する平野などの名称を239ページの上の地図から見つけて、カラーペンでチェックしましょう。北海道の中央部には、大雪山や石狩平野がそびえ、そこから南北に日高山脈が伸びて、北海道を東と西に分けています。火山も多く、東部には阿寒湖の周辺や、知床半島の火山の列が、北方領土の国後島や
択トロフ島まで続きます。西部には石狩平野の広い低地を挟み、支笏湖、洞爺湖の周辺に火山があり、渡島半島まで火山が続いています。東部には十勝平野や根釧台地などの広い平野が広がり、海岸部にはサロベツ原野、釧路湿原などの湿原が広がっています。これまで出てきた平野などの名称を教科書239ページの地図でチェックできましたか？ここで一時停止をしてゆっくり確認をしてみてください。北海道は江戸時代まで蝦夷地と呼ばれていました。蝦夷地という言葉は聞いたことがありますか？教科書238ページの左下の地図を見てください。現在の多くの地名がアイヌ民族の言葉、アイヌ語に由来していることもわかりますね。江戸幕府は北海道がアイヌ民族の土地であると認めており、北海道南部の一部の地域だけがアイヌ民族でない日本人、和人の土地でした。しかし、明治政府は北海道は石炭や水産などの資源を確保できる土地、広大な土地は農業に適していると考えました。また、当時のロシアに対抗するため、開拓使という官庁を置き、兵士も兼ねた屯田兵を送るなどして、組織的な開拓を始めました。教科書239ページの右側の写真を見てください。きれいに区画された街並みも開拓の時代に作られた景観です。この時間は北海道地方には日本の他の地域と比べてどのような特色が見られるでしょうかについて学習をしてきました。これから進める北海道の学習は、北海道ならではの広大な自然環境を学習しながら進めていきましょう。今回の学習の振り返りのページはありません。次の時間からは詳しく学習していきます。今回の学習はこれで終わりです。次回は厳しく長い冬の暮らしについて学習していきます。ご視聴ありがとうございました。